平和大通り沿いの樹木の伐採がスタートしました。木の勢いが弱まっているため切るに至ったということです。伐採されたのは広島市中区の平和大通りにある西洋菩提樹の木です。平和大通りでは先月樹齢およそ60年、高さ16メートルのクヌギが倒れ車を直撃しました。これを受けて広島市は平和大通りにあるすべての樹木1825本を対象に緊急一斉点検をしました。その結果264本に倒木の可能性があり、中でも伐採が望ましいと認められた樹木はイチョウやケヤキなど全部で31本あったということです。伐採しない残りの233本については今後剪定したり肥料を与えたりして回復を待つということです。 G7 広島サミットは来月開催されますが、広島市は今日から順次伐採を進め、28日までには作業を終えることにしています。